どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、これで問題解決、やると決めたら何が必要ということでお話をしていきたいと思います。皆さんですね、ワンちゃん飼われてて大なり小なりね、一緒に住んでると困ることってどうしても出てくるんじゃないかなって思います。一つはね、月齢的なもの。子犬の方が好奇心が強かったりとか、暇な時間があるとね、どうしてもいたずらしちゃったりとか、おとなしくしてるの苦手だよねっていうね部分があったりとか、あとは吠えちゃったりとか噛んじゃったりとか、悩みを抱えてる方もいらっしゃるんじゃないかなって思っております。ずっと私ね、こういう話をね避けてきてたんですけども、最近やっぱりそうだよねってなったら、これはちょっと説明しとかないとまずいのかなと思ったので、今日はねこういう話をしようかなと思ってるんですけども、問題を解決するためにまず何が必要なのかなっていうことを話していきたいと思います。結論ですね、無理なものは無理なんですよ。例えば分かりやすく言うと、トレーナーさんだから、じゃあ例えば全てに対して直せるのかって考えると、そこって非常に難しいところがあるんじゃないかなと思っていて、それって何かって言ったら、一番って本人たちからすると、我々に対して要求とか要望とかがあるわけですよね。ワンちゃんたちからすると、何らか多分ニーズを満たせなくて問題を起こしているパターンがほとんどなんじゃないかなと思っていて、もちろんね、ワンちゃんたちの中で病気だったりとか、あとは先天的な疾患だったりとか、動物病院さんで見ていただかなきゃいけないよねみたいなものもあったりはするんだけども、ただ正常に働いていてそういう行動に出ちゃってるよねっていう子たちもいるんじゃないかなとは思っていて、まずやると決めたら何が必要かっていうところなんですけど、時間と体力を使うしかないと思っていて、まず一つ目が時間なんですけども、ワンちゃんに対する関わる時間が短ければ短いほど基本的には不可能、やれないよねって話ですよね。私たちの生活でもそうなんだけども、何かしたいってなった時に、まず一番最初に大事なところっていうのは、ワンちゃんのしつけトレーニング運動感の以前に、まずはワンちゃんのために時間をどれだけ作れるかなっていうところが非常に大事になってくる。この時間っていうのがほとんどイコールになってきちゃうんじゃないかなと思っていて、なんでかっていうと、例えばね、ワンちゃんたちからすると苦手なジャンルから私たちで手つけちゃう。なんでかっていうと、苦手なジャンルが大体直したいとかやめさせたいとかっていう言葉が入ってくるんですよね。なので苦手なジャンルから手つけたいって思うんだけども、まず苦手なジャンルを手つけようってなってくると、ワンちゃんと私たちの中である程度お互いに分かってないといけないよねってなってくると、それだけコミュニケーションを多く取っている、もしくはワンちゃんに対してある程度理解を深めていくってなった時に、ちゃんと理解できてるかって言われると、付き合ってる時間がイコールになっちゃうじゃないですか。なのでまずはその子の今多分これがしてほしいんだろうなっていうのを、とりあえず満たしてあげるっていうことが非常に大事なんだろうなと思っていて、起きてる問題っていうのはその場で起きてても、実際はそれがイコールじゃなかったりするんですよね。例えばすごいワンちゃんが吠えてる、だから吠えるのやめさせたい、吠えることやめさせるためのしつけやトレーニングをしましょうっていうことじゃなくって、すごい吠えてますって言ってても、例えばね、朝晩1時間ずつのお散歩連れてくだけで吠えるのがある程度和らいで、日中も遊んであげる時間を増やしてったら、吠えるなんていうことはほとんどなくなっちゃったよみたいなね、吠えてるっていうことの現象自体が問題なんだけども、全く別なところで問題が本人の中では起きてて、それでそういった行動に出てるっていうこともあったりします。なので大事なことっていうのは、とりあえず自分の場合は時間を作ってあげるっていうのと、あともう一つ体力っていうのが、例えばワンちゃんがすごいお散歩好きな犬種だった時とかね、性格だった時どうしますっていう時に、私たちがね疲れちゃうからお散歩行けませんではね、まずいんじゃないかなと思っていて、ワンちゃんに合わせて遊んであげたりとか、やってあげるだけの体力っていうのはつけていかなきゃいけないよねっていうのはあるんじゃないかなって思っております。結論ね、全然関係なくてもいいんだけども、ワンちゃんが何か困ってて何か問題起こしちゃってるよねっていうのが見えてる時っていうのは、正直に言うと、私は苦手なジャンルじゃなくて、ワンちゃんの好きなジャンルから一生懸命やらせてあげた方がいいんじゃないかなと思っていて、その好きなジャンルを一生懸命一緒にやってってあげると、好きなことだからそこって伸びるのがものすごく早いんですよ。そうするとそれによって自分たちがコントロールしようとしなくても、ワンちゃんたちの中でそういう要求的な行動って減ってきたりとか、家の中でもそれだけでいたずらがぐっと減るとか、そういうのってあったりするんじゃないかなと思っていて、まずは自分たちがワンちゃんたちにどんな風になってほしくて、どんな風にしたいかっていうことよりも、ワンちゃん自身をどれだけちゃんと整えていけるかなっていうところで、ワンちゃん整えるためには人の体力と時間が必要というところで、ぜひ皆さんもね、そこねしっかり認識しながらやっていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、ということでね、私もね、いろいろワンちゃん携わってきたんですけども、結局ね、困ってることとかワンちゃんが何かするとかっていうところは一旦置いておいて、とりあえずしっかり運動をとってあげて、しっかりコミュニケーションとってあげるだけでも、実はだいぶね問題行動って変わってくるんじゃないかなって思ってますので、ぜひ皆さんもね、本当に困ってる、本当にどうにかしたいって思う時には、ワンちゃんを変えることが本当に解決なのかなって考えると、実は人が極端にワンちゃんたちに何か我慢をさせてたりとか、本当は人がここまでしてあげなきゃいけないと
ところはあんまりできてなかったりとか、そういうことが原因でね、問題行動って起きてることが多いんじゃないかなと私は思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんのために体鍛えて時間作ってみてはいかがでしょうか。